今日はあのセール初日の、午後です。ちょっと今お客様が途切れましたので、またあのこんなして映像でお送りしてますが、メイドイン春町という言葉がこの頃あのお客様の方から聞かれるようになりました。あと私は作ってないんですけど、あの嬉しいですね。10年、小売りを始めこの販売部を作って10年になるんですけど、それまでに本当にあのいろんな方のご協力を得て、あの今この形になってるんですけど、お客様からメイドイン春町と呼ばれるようになりました。嬉しいですね。ありがとうございます。